桑田和子のオンラインミニ講義第40回です。今日のテーマは理想からスタートしないというお話です。恋愛相手を探していたりとか婚活をしている相手を探しているっていう時ですね、よくなんかこう会話で出てくるのが、どんな人が理想ですかとか、どんなタイプが理想のタイプはっていうようなことを聞いたりとかしますよね。で、実際まあそういう話別にしてもいいんですけれども、本当はあんまり意味がないんですよね。というのはですね、実際に付き合ったり結婚する相手っていうのはあんまり理想とは一致していない。実際に結婚されてる方とかに聞くとね、あんまり一致してないんですよ。もう本当に理想通りの人と出会って、もう運命の人だと思って結婚しましたみたいな話っていうのは非常に少ない。確率として、割合として非常に少ないんですね。で、まあ、どうしてそういうふうになるかっていうと、まずその理想タイプ。理想っていうのは欲求から生まれてますよね。つまり今現在にない、今手元にないから欲しいって思うっていうようなことで、で、その欲求っていうのがね、まあ、理想のタイプっていうのはどういうふうに描かれているかというと、過去、今までに付き合った異性の中で自分に対してすごくいいことをしてくれた、いい思い出を、思い出を持たせてくれたというか、いい思い出がある、そういうタイプの人が一つですね。理想のタイプの、まあ、要素として入ってくるものとして、で、反対にすっごい嫌な目に遭わされたみたいな人がいたら、その人と、まあ、逆のタイプっていうのが今度理想に入ってくる。もう一つは、女性だったら自分の父親、自分の父親の、まあ、その自分の父親のことをすごい好きだとか、いい思い出がありますとかだったら、自分の父親のようなタイプ。これが3つ目ですね。で、反対に自分の父親が、いや、すごくこう、なんか嫌なことをしてきていたとかで、あんまり好きじゃないっていう場合には、あんな男は嫌だみたいな感じで、それとまた反対のタイプですね。自分の父親と反対のタイプみたいな、このまあ4つの中に入るっていうふうに割と言われています。ですから、なんかもともとすごく自分に合う人っていうのとは違うところからスタートしてるんですよね、その理想のタイプっていうのは。で、まあ、だから理想っていうのを追い求めてばかりいては、結局相手が見つからなくって、こうどんどん泥沼にはまっていくっていうことになったりします。同じようにですね、結婚した後とかでも理想の夫婦っていうのがすごくはっきりあって、夫婦になったらこういうふうにするんだ、カップルになったらこういうふうにするんだみたいなのがものすごくこう強くあったりすると、そうじゃなかった時ね、その理想の相手に当てはまらなかった時に、その相手に対してちょっと腹が立ったりとか、反対に自分がそれができなかった時に、自分に対してこう自分にイライラしたりとか、まあ、そういうことになってしまうんですね。で、この理想から始めるっていうのがなんか良くないっていうのは、パートナーシップに限らず親子関係とかでもそうですよね。母親っていうのはこうあるべきである、理想の母親像みたいなのがあったりとか、父親もそうですね。父親っていうのは子供に対してこういうふうにするべきなんだとか、今度は子供に対して、子供には、まあ、子供に対してこうあるべきだとかあんまり思わないかもしれないんですけれども、子供にはこういう子になってほしいなとか、こう育ってほしいなみたいなものが、まあ、あまりにも強くあると、やっぱりそこもうまくいかなくなります。こういう人間関係だけではなくて、会社を経営してらっしゃる方だったら、会社をこういうふうにやっていこうっていうふうにこうすごく描いていても、現実はなかなかそのように進まない。いろんな出来事が起きたりとか、いろんな問題が起こったりとか、それは会社の中の人事とか、それだけではなくて外側の要件とかもいっぱい入ってきますよね。ですから、こう理想通りにはやっぱりなかなかいかない。で、会社ではなくて起業をして一人でやってますっていう人も、起業したらこういうふうにして、こういうふうにして、こういうふうにしてってこう理想を描いていっても、なかなかやっぱりその通りにはなっていかないっていうのがまあ普通ですよね。で、もっと大きく、例えば国家をこういうふうにやっていこうみたいなものを
思っていてもやっぱりなかなかそんな風にはいかないっていうことで、ですから、理想を描くっていうのはいいんですよ。理想を描くのはいいんだけれども、そこをスタートにすると結局実現できずに絵に描いた餅になってしまうっていうことなんですね。だから、まあ、現実から一歩一歩こう積み重ねていくっていうことが非常に重要なんですが、まあ、理想だったりこういうふうになりたいなとかそういうものを描いてもいいんですけれども、必ずそうならなければいけないっていうふうにしてしまうと非常にそこを狭まってくるし、ここからスタートしていこうとすると現実とあまりにも乖離していたりとかして、結局、理想というか妄想で終わってしまうってことになってしまいます。ですからまず今現在はどうなっているのか、自分の現実はどうなっているのかっていうことをもうしっかりと現実を見て、そこからスタートして今を一歩一歩やっていく。で、やっていく中で途中でこう修正したりとかしてもいいわけですよね。例えば理想の生活がどっかこういうところでこういうふうに住んでこんな人たちと一緒に暮らしてとかってなっても、今とものすごく離れている場合はまずちょっとこのぐらいに行って、次にちょっとこのぐらいに行って、ちょっとこのぐらいに行ってみたいな感じで何段階かに分けてそっちの方向に進んでいってもいいわけですね。いきなりここからって思っちゃうとなかなかやっぱりできないっていうふうになってしまいますから、理想からスタートしない、理想はあってもいいけど理想からスタートしない、目の前の現実からやっていくっていうことです。はい、今日のミニ講義はこれで終わります。